アピタ・カカミガハラは、岐阜県・カカミガハラ市に所在し、ユニー株式会社が運営、管理するショッピングセンターである。日本ケオリが、岐阜工場の敷地の一部を利用して、複合商業施設、アピタ・カカミガハラを建設。この施設をユニーが2000年9月から2020年9月の20年間の契約で借用している。店舗は1階、2階が店舗。 3階が屋内駐車場、4階が屋上駐車場の鉄骨作り3階建て、ハートビル法的用建物である。アピタ各見ヶ原県を各店舗240の専門店が入居する。1階は北西側には書店やカフェで構成された草むらブックスを2017年4月14日にアピタ新森山店に次いで配置し、北東側にスーパーマーケット、南側には 軽食店などのテナントを固めている。2階は北西側にフードコートやアミューズメントを配置、北側にはアピタの医療、生活雑貨売り場、南側には大型の100円ショップなどの医療、雑貨のテナントを配置している。併設されていた U ホームかかみが原店複角店舗として、ユニーク直営のホームセンター、U ホームかかみが原店がアピタ建物の西側に配置されていた。 アピタカ,カミみが原店と同じ日に開店しているが、ユニー株式会社の事業改革に伴い、2016年6月12日に閉店。店舗は改装され、DCM ホールディングス傘下の DCM カーマに賃貸。同年7月12日に DCM カーマカ,カミみが原店として開店した。ありがとうございます。